はい、こんにちは。こんにちは。奨学金兄弟、兄のハイです。弟のエナです。はい。で、今回、4月分。はい。の収支。収支発表になりますと。はい。はい。で、実践動画の方は。はい。20で止まった違う、19。20か。20で、今4月分が、20で止まってるというか、最新話が、な。20日ですね。20日4月の20日分が最新話です。はい。で、現在が5月30日。30、明日が31日か。はい。あ、5月の30日なので、約1ヶ月。はい。もうこの時点で、いや、1ヶ月以上乖離が。そうですね。発生してしまいました。はい。で、それだって結構ね、まあ、この先を考えると、どん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 乖離が起きていっちゃうんですよ。はい。まあ、二人で編集して、どっちか編集してみたいな。はい。で、一日終わって、稼働終わったら、まあ、そこから、5時間ぐらいかけて編集してっていうのをやってるんで、一日一本を、やっていかないと、維持できない。はい。今、二日に一本、実践動画を上げるように、ね、結構時間かかっちゃうんで、上げるようにしてるんですけど、まあ、それだと必然的にちょっと乖離が起きていくと。はい。で、それをなるべくなくしたい。できれば1ヶ月ぐらいの範囲内にしたいっていうところで、そうですね。今回、4月の20日から、はい。4月の最後。はい。何日だっけ、最後。30日です。うん。はい。30日分を一気に、発表します。はい。で、生産向きの動画はその時その時に撮ってるんで、はい。それを今から流します。はい。で、最後結果どうだったのって。4月分の収支を改めて発表。二人の収支を改めて発表と、あと、じゃあ実際奨学金ボックスにいくら入れたのか。はい。の発表をして今回終わりますと。はい。なんで次の実践動画は多分5月1日から。そうですね。の実践動画になります。はい。では、奨学金ボックス入れる。はい。生産向きの動画を全部流していくので、ご覧ください。どうぞ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。4月の21日分の生産の業を始めます。はい。はい、今回の、実習士の方は、はい。何万 ?4万。4万8000円ですね。8000円。うん。4万8000円プラスです、2人で。はい、2人で4万8000円プラスです。はい。今日はね、6。はい。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。4月22日分の生産の業を開始します。はい。はい、今日はね、吉宗、いや、実習者なの実習者の方が、はい、プラスの4万、いや、違う。プラス8万6000円ですね。8万6000円。はい。2人でね。はい、今日はね、6を積もりまくって。そうっすね、積もりまくってというか、まあ、2台。まあ、2台。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。4月の何日分だろう。23日分。はい。ですかね、そうですね。23日分の、生産の業を開始します。はい。はい、実習士の方が、マイナス2万6千となってしまいました。はい、朝しか稼働してないですね。そうですね。朝、パチンコ2台打ってきて、期待、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。4月26日分。はい。の生産の儀を開始します。はい。本日は2人で5000円勝ちです。はい。はい。まあ、朝のね、設定内使って、で、まあ。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。4月27日分の、生産の儀を始めます。はい。はい、今日の、収支が、プラス7000円ですね。はい。はい、連日になっちゃうんですけど、ちょっと生活費で入れられないです、奨学金ボックスには。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。4月の28日分の稼働が終わったので、生産の儀を開始します。はい。はい。今日の期待値なんですけども、いや、
今日の実習士からですね。今日の実習士は、マイナス2万8000円です。はい。はい。なのでね、このボックスから2万8000円いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。4月30日の、稼働が終わったので、生産の儀を開始します。はい。はい、今日の実習士なんですけど、2人でプラス3万3000円です。はい。最近勝ててないので、ちょっと、5000円ずつで、1万円だけ。はい、終わりました。はい。はい、あんまり伸び悩んだな、最後。全然勝てなかったですね。あ、そうっすね。まあ、あんまり伸び悩んだんですけど、まあ、はい。前半がすごかったんでね。まあ、そうっすね。はい。はい。で、今回、の終始だね、まず。はい。終始発表。はい。します。改めて。終始発表でしょ。あ、そうだ。はい。4月の終始発表ですね。はい。これですね。見えるかな？これが、4月の終始発表になります。はい。はい。何番？32万6500円。はい、まあ、約これの2倍ですね。1人当たり32万6千円ぐらいが、はい、あの、実施。僕今ちょっと携帯スマホで撮っちゃってるんで、あの、見れないんですけど、まあ、ほぼほぼ一緒なんで、はいはい、なので大体60何万2人で、そうだね、65万弱、はい、まあ、勝ちましたと。はい。で、まあ、奨学金ボックス入れた分、はい、そうですね、はい、確認していきます。はい。今回入れた分というよりはもう今までの分でいい。そうですね、はい。今までの分。なんで、もう3月4月。始めたのが3月なんで。はい。3月4月で発表させていただきます。はい。お願いします。はい。はい、じゃあこれ、この中からね、ちょっと出して数えていきます。これちょっと持ってて。はい。ちゃんと。ま、見えるように。よいしょ。はい。開けて。まず、万札から、数えていきます。で、全部バンバンバンって数えるの、時間かかっちゃうんで、折ってます。はい。で、これが、まあ、10万。これ10万円です。はい。はい。はい、これが20万円。はい。で、今20万。はい、これが、30万。はい。はい。で、こっちが40万。40万ですね。はい。はいはい、40万。で、これが50万。はい。はい、50万。で、これが2万円。はい。まあ、今52万と、あと、千円札。はい。が、数えていきますね。1、2、3、4、5、6、7。7千円。はい。52万7千円。奨学金ボックスに入りました。はい。まあまあまあ、悪くはないんじゃないかなと思います。はい。僕たちはこれにね、1000万食べるつもりなんで。はい。はい。まあ、これからの動画、楽しみにお待ちいただければと思います。はい。ちなみにね、4月の価値が、あ、奨学金ボックスに入れたお金は、26万円でした。あ、26万プラスと。はい。4月で。はいはいはい。まあ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 じゃん。うん。だいぶ入れたかな。まあそうだね。はい。はい。じゃあ、以上になります。はい、以上になります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。まあ、よろしければ、チャンネル登録。高評価。はい、よろしくお願いします。お願いします。